Thank you.
ハレルヤ、天のお父様、イエス様、聖霊様、おはようございます。おはようございます。私たちはこうして小さなものではありますけれども、心を合わせてあなたに喜ばれる賛美を捧げることができるこの恵みを今日も感謝いたします。過ぎ去りました1週間はあなたの御手の中に流れて、私たち一人一人が祝福のうちに一週間を過ごすことができましたことを心から感謝いたします。今日から始まるこの一週間もどうか私たちの心と体を清め、そして山を清めて、あなたの御言葉に沿って歩む一週間となりますように、どうか私たちの足元を照らし導いてください。神様、今日ごさんのリハビリを日々に持ってくださっていることを感謝いたします。4月から数週間経ちましたけれども、今日はこうして私たちの賛美の中に加わり、OHP の奉仕をしてくださるまでに体力を回復いたしました。あなたが傷ついたものを倒れているものをそのままにはされずに、私たちに力を与え、私たちに立ち上がる勇気を与えてくださっているくださっていましたら感謝いたします。どうか私たちの他の私たちの兄弟姉妹の中でも、病を抱える者、怪我をしている者、心が傷ついている者がたくさんいます。あなたがその素晴らしい癒しの御手を私たちの上にかざしてください。私たちの病を癒し、そして心の傷、さまざまな傷を癒し、私たちを痛みや苦しみ、困難から解放してください。アーメン。よろしくお願いします。私たちは日々あなたの愛の中で生きることができるこの恵みを本当に感謝いたします。私たちの周りに今あなたの愛を知らない人がたくさんおります。私たちは先に救われた者として、私たちの言葉や行動を通してあなたの栄光を日々表すことができますように、そしてまだあなたを知らないたくさんの人々に対してあなたからいただいている素晴らしい愛を流すことができますように、この1週間もどうぞ私たちを導いてください。私たちの教会にアナ先生が立たれていることを感謝します。今日もアナ先生が素晴らしい言葉を触れついてくださいますけれども、どうか先生に特別なる祝福とおけなし、そしてアナの奇跡をお願いします。そしてあなたの武器にかなって先生にたくさんの働きとかあります。また私たち教会一人一人が、あなたからいただいた賜物を十分に生かして、先生のご会のお手伝いができますように、そういうのを私たちを整えに導いてくださいますね。そして持っていただきましょうね、お願いいたしますね。またこの教会に、たくさんの子供たちが与えられていることを心から感謝いたします。どうか、この一人一人小さな命をどうぞ今週間、今週一週間も、どうぞお守りください。愛の御手の下で十分に届けてくださいますようにお願いいたします。では今この範囲に向かっているものがありましたら、どうか足を踏んでてください。そしてこの教育を中心に自分に届けますように、どうかお守りください。私たちは日々、この世の中の流れに紛れて、心の中に悪の思いがいっぱい入ったり、この世で受けた後に行動を取ってしまったりとかすることがあります。どうかその一つ一つの罪をここに悔い改めます。そして素晴らしい主の姿、あなたの愛にあって、あなたの祝福にあって、周りの人々にたくさんの愛を流せるように、どうか私たちをもとともに、あなたが日々共に生きること、共に神様の祝福を歩んでくださる、この世を感謝する、あなたの御用で用いられている、栗山さんの夫妻、栗山翔さん、その大勢の方々をどうかあなたが特別に祝福してください。あなたの御用してください。素晴らしいご奉仕をくれている皆さんの、健康と心の平安とか、あなたをお待ちくださいましように、今週1週間もどうか私たち一人一人はこの世の中にお祈りいただきますようお願いいたします。練習に感謝して、すべての方に感謝して、どうぞ一緒にキリストの名前のと心からお祈りいたします。アーメン。第7回となります。
元気の時間もさせていただきます。今日はまた大原玲子さんの新しい歌で手話は私の通じていという歌をご紹介させていただきます。
病に移っている人たちもたくさんいますけれども、主よあなたがそこにまた出てください。あなたを知らない人たちが本当に私たちのこの元気のもとは あなたがそこであることを知るように本当に人々にあなたあなたいつもあなたを愛していると言ってあなたを語りかけてあなたを語りかけてあなたを私たちは本当に感謝の人を私の心にも感し聖様の私たちの一日にくださっておりますから感謝します。アメン。